日本語能力試験模擬テスト懲戒問題 1, 1問題1ではまず質問を聞いてください。それから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。 1>, 1番取引先から電話がかかってきました男の人はこの電話の後で何をしますか鈴木工業でございます山田電機の佐藤ですがあいつもお世話になっております田中ですあどうもあの先日のサンプルの件ですがまだ届いてないようなんですが申し訳ございません サンプルの仕上がりが少々遅れておりましてえそうなんですか来週の会議にないと困るんですがはあ今週中に何とかお届けできるようにいたしますのでもう少しお待ちいただけますでしょうか今週中といっても週末じゃちょっと大変申し訳ございませんいつ届くかぐらいはっきりしていただかないと困りますはい すぐに製造部の担当者に確認いたしまして折り返しお電話差し上げますご迷惑をおかけして申し訳ございません男の人はこの電話の後で何をしますか 2番 2> 新商品の宣伝のチラシを作っていますチラシのどの点を直しますかチラシのデザインできましたどうでしょうか空白が多いねこんなに大きく余白を取ったのは何か意図があるのすっきりしていた方が清潔感が出ると思ってあえて書き込まなかったんですまあ確かにね でも商品の写真の周りを丸く文字で囲むというのはどうだろうか写真は目立つけど読みにくいんじゃないかはあ面白いと思うんですが。まあ確かに面白いけどだけどこれじゃどれが商品名かよくわからないよ。では商品名だけ文字の大きさを変えてみましょうか。ガーンと大きくうんだけど。 バランスが悪くならならいかねでは文字の色を変えましょうか青にすれば背景の白と商品名の青で商品のイメージカラーとも重なりますからああそうだねじゃあそれでやってみてチラシのどの点を直しますか 3番夫婦が話しています。どうすることにしましたかねえ、あれどうしたっけヒロシが小さいとき使ってた椅子。子供用のとっくに処分しただろう。そっか。どうしよう。来週ブラウンさんを招待したでしょ3歳の坊やも来るんだけど、うちのテーブル子供には高いし。じゃあ、食事は和室ですれば ブラウンさん、畳のの部屋の方が喜ぶよ、きっと。でも全部で6人よ和室のテーブルじゃ小さいもんもう一つテーブルがあれば2つ並べて使えるんだけどそうかテーブルを買うか高くつくなそれなら食事はどこかレストランでするでも私の手料理をご馳走しますって招待したのようーん。 ねえ、買おうよ。これからは和室でお客さんをもてなすことにすれば無駄にならないし。ああ、まあ、それもいいね。他の部屋でも使えるし。小さいのでいいよね。じゃあ、探してみるよ。どうすることにしましたか 4番会社で新商品発表会の準備をしています。女の人は誰に何と言いますか会場の準備はどう椅子や舞台の設置は終わりマイクの点検をしています。受付の準備は全て終わりました。ただ受付に立つ予定だった大山さんが風邪をひいてかなり咳が出るそうなんです。 受付係が席なんかしてたらお客様に失礼だよ。誰か代わりはいないのマイクの点検が終わり次第伊藤さんに受付に回ってもらおうと思ってるんですがでももうそろそろお客様もいらっしゃるよ。他に手が空いてる人はいないの田村さんはお客様のお車の整理のため駐車場に出ていますし吉田さんは発表会の様子をビデオに録画する係ですしビデオは発表会が始まってからでいいんだから。 マイクが終わったら伊藤さんにやってもらえばいいよ。すぐに吉田さんと伊藤さんに伝えて。はい、わかりました。女の人は誰に何と言いますか 5番夫婦が話しています引っ越しの前に女の人がすることは何ですか引っ越し準備のリストどれどれああいろいろあるねでも俺は会社休めないからなインターネットでできる手続きとかは俺がいるからあとは頼むよええー、そんなのずるいよいや 最近はインターネットでできること多いんだよ。電気ガス水道の連絡とか電話インターネットだろ。本当にでも市役所は無理でしょいや転出届も大丈夫。だから引っ越し前の手続きはほとんど大丈夫。楽だろそりゃあねじゃあ銀行とかクレジットカードも大丈夫だと思うよ。でもそれは引っ越ししてからでいいよ。 でも、荷造りや不要品の整理は私がするのそれが大変なんだよもちろん、自分のものは自分で荷造りするよ段ボールに入れておけばいいんだろ不要品を捨てるのはゴミの日に頼むよわかったあと、ご近所に挨拶はうーん、それは俺は苦手だよ頼むようん、まあ仕方ないか 引っ越しの前に、女の人がすることは何ですか。問題二。問題二では、まず質問を聞いてください。その後。 問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。1番 1> 男の人と女の人が話しています。男の人は何が良くないと言っていますか 今日、電車で騒いでいる学生がいたんだ最近多いのよねでも、そういうのは無視して放っておけばいいのよ行ったところでどうなるわけじゃないんだからそうは思ったんだけど、言わずにはいられなくて注意したの周りはみんなネタフりだったけどねそれが普通なんじゃない下手に注意して殴られたりしたら嫌だもんまあ、そういうニュースも聞くけどね最近増えてるって言うじゃない 怖いわよ怖いっていうのも分からないでもないけどそういうのよくないと思うな男の人は何がよくないと言っていますか2番会社で同僚が話しています。 男の人が元気がないのはなぜですか おめでとうございます今度のプロジェクト島村さんが責任者になったそうですねうんなんだかさえない顔してますねうんどうしてそんなに沈んでるんですかもっと張り切ってるかと思ったのに社長から我が社を挙げての大プロジェクトなんて言われるとそうですよすごいじゃないですかうまくいけば出世できますね人が心配しているっていうのに よよくそんなな。ことが言えるよな出世どころかここで失敗したらと思うとええー、始める前からそんなことでどうするんですか責任者がそんなじゃ部下はついていけませんよ男の人が元気がないのはなぜですか 3番男の人が転職カウンセラーと話しています男の人が今の会社を辞めない理由は何ですか この間は今の仕事はご自分に向いていないとおっしゃってましたねええ机の前にじっと座っているのが苦痛なんですやはり転職の意思は固いですかはあ一時は本気で探したりしたんですけどなかなか今は不景気で就職なんですしねいえ来ないかって言ってくれる会社はあったんですよそれは良かったじゃないですか そこはどうしてダメだったんですか待遇面の条件が合わなかったとかええ今の会社は業界トップレベルだからそれと比べるとやっぱりどこも見劣りしてしまって転職するなら少しぐらい給料が減るのは仕方ないと思いますよでももうすぐ子供も生まれるし生活のレベルは落としたくないんですよですからもう少し我慢してみようと思って。 男の人が今の会社を辞めない理由は何ですか四番夫婦が話しています女の人はどうして怒っているのですか 今日近所の子がガラスを割っちゃったのよあああそこどうして野球か何かしてたの知らないわよ理由なんて何も言わないんだもんだって謝りに来たんだろ来ることは来たんだけど最初に何て言ったと思うごめんなさいじゃないのそれがねお金出しますだってへえ 最近の子はそんなこと言うんだそう頭に来たからいいですって言ったらそうですかってそのまま帰っちゃったのよどう思う信じられないでしょまあ弁償しなくていいって言ったのは君なんだからだからお金がどうのってことじゃないのなんでそこにすみませんとかごめんなさいとかいう言葉がないわけ 女の人はどうして怒っているのですか5番大学で学生が話しています男子学生は今年 どうして西田先生の授業を取らなかったのですか 西田先生の授業、休校だ西田先生の授業を取ってるの面白いうん、課題が多くて大変だけど面白いよ文学作品を心理学的観点から論じていくのああ、やっぱり僕も取りたかったなでもこれ経済学部では単位にならないんでしょそうだけど講座の説明を読んで興味持ってたんだよねじゃあどうして取らなかったの マクロ経済の講義と時間が重なってたんだああ必修と重なってたんじゃしょうがないね。来年取ればいいいじゃないでも来年はもっと忙しくなりそうだから課題が多いのはきついな。男子学生は今年どうして西田先生の授業を取らなかったのですか 6番、テレビで女の人が話しています。どんな方法で瓶の蓋を開けるといいですか？ 瓶の蓋がなかなか開かないことがありますね。タオルをかぶせて回したり瓶の蓋をお湯につけたりして開ける方法はよく知られていますがそれでもダメな時もあります。そんな時は瓶をひっくり返して逆さまにして回してみてください。力を入れる場所が回転させる場所から遠ければ遠いほど強い力を出すことができますので。 瓶を逆さまにすることによって大きな回転力が得られるのですただし中のものがこぼれないよう少し蓋が緩んだらすぐに元に戻してくださいねどんな方法で瓶の蓋を開けるといいですか 問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを 一つ選んでください。一番男の人がスピーチをしています。この西東京営業部での四年間で思い出深いことといえば、やはり昨年、年間でトップの成績を残すことができたことです。しかし、これは私一人で成し遂げられたことではありません。 振り返ると、配属当初は何もわからず、皆さんに迷惑をかけっぱなしでした。毎日肩身の狭い思いをしていた私が、何とかここまでやって来られたのは、一えに皆さんの厳しくも温かいご指導によるものだと思っております。皆さんとの出会いは何よりも私の宝物です。4年間、お世話になりました。大阪に行っても頑張ります。 何のスピーチですか ?1、1> 送別会でのスピーチ。2>, 2、新入社員への挨拶。3、卒業式でのスピーチ。4、迷惑をかけたお詫び。 2>, 2番「テレビで女の人が話しています温泉が体にいいことはよく知られていますがただ温泉に入ればいいというものではありません」入浴する時は湯に入る前に体を洗うことこれはマナーとしても当然ですが良い準備運動にもなるんですよそして 体にお湯をかけてから湯船に入ることも大切です。血圧の急な上昇を防ぎ、心臓への負担を軽くすることができるのです。37度から40度のぬるめの湯に15分間ほど浸かりましょう。湯から出たらシャワーを使わず、タオルで拭くだけにしてください。温泉の成分によって、 ポカポカ感が長く続きま,すまた入浴中は汗をかきますので入浴後は水分の補給を忘れないでくださいね「何について話していますか?」「1温泉の効能」2> 2「2温泉に入る時のマナー」3「3 温泉の危険性。四。温泉の入り方。三番。授業で先生が生徒に話しています。よく話すようにかけ。 と言われますけど実際に話すように書いたらどうなるでしょうかこの場合の話すというのはおしゃべりのことだと思ってくださいおしゃべりは大体論理的ではなく思いつくままですよねそんな文章を読まされたらどう思うでしょう読む方はたまりませんよね話すようにというのは話すのと同じという意味ではなく言葉や表現に話し言葉を使う ということです。いわゆる書き言葉と言われる難しい表現を使わなければ書き表せないことも確かにあります。ですが、わかりやすさという点で言えば、どちらが人に伝わりやすいでしょうね。先生はどう言っていますか ?1 文章は書き言葉で書きなさい。 2書き言葉より話し言葉で書きなさい3難しい表現を使って書きなさい4話したそのままの表現で書きなさい 4番男の人が講演会で話しています。都市化の影響で子どもたちは外で遊ぶことがなくなりテレビを見る時間が増えています。そうなるとテレビの内容が問題にされがちですが内容もさることながら視聴時間にも目を向けなければなりません。テレビを見る時間が増えたことにより 子供同士や親子で会話する時間が減り、言葉の習得が遅れるという調査結果もあります。子供の成長には、社会性の発達、知能の発達が欠かせません。そのためには、想像力をかきたて、言葉を発達させることができるような遊びが必要なのです。遊びを通して、子供は他人とのコミュニケーションを図ることができるようになり、 子供の社会性も育つのです男の人が最も言いたいのはどういうことですか <S ?1, 1 <S 子供に言葉を早く学ばせなければならない 2, 2最近のテレビ番組の内容は問題が多い3 せいちょうにはあそびがたいせつである4こどもはもっとそとでうんどうしなければならない5番。留守番電話のメッセージをきいています。 あ、港大学サッカー同好会の山下ですえっとあさっての練習試合のことなんですけど11時からうちの大学のグラウンドでってことになってましたよね実は午前中に他のサークルがグラウンドを使うことになってたみたいなんですそれで本当に申し訳ないんだけどちょっと時間をずらせないかなと思って電話しました他の場所はもう空いてないと思うし別の日にっていうのも メンバー全員の予定を合わせなきゃいけないから大変かなと思ってあグラウンドは12時過ぎには開くから1時には始められると思いますもちろんもしダメだったら日にちを改めてっていうことでも構いません連絡もらえますかよろしくお願いします留守番電話の内容はどのようなことですか1 試合の日を変更したい。2>, 2、試合の時間を変更したい。3、試合の場所を変更したい。4、試合のメンバーを変更したい。 問題,4問題4では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからそれに対する返事を聞いて1から3の中から最も良いものを一つ選んでください。1番 1> 昨日の試合は思いがけない結果になったね。 ほんと勘が当たったね 2> 2まさかあのチームが負けるとはね全く予想どおりだったね 2>, 2番。 山本くんの仕事に向かう姿勢は見上げたものだよ。1・ええ、反省してもらいたいです。2・ええ、背が高いですからね。3・ええ、本当に立派ですね。 3番ちょっと頭を冷やしてからまた考えよう。1うん、ちょっと休憩しよう。2, 2じゃあ、冷房をつけようか。3病院に行った方がいいよ。 4番相談に乗ってもらいたいんだけど今週空いてない1えーと来週ならなんとか。2> 2えっ閉めてないけど。ごめん運転免許を持ってないんだ。 5番、なんか嫌なことが起こりそうな予感がする。1、うん,うん、嫌いじゃないよ。2、2> そんなの気のせいだよ。3、だめだよ、そんなことしちゃ。 6番ちょっとそのシャツ派手じゃない 1, ?1 いいと思ったんだけど 2, 2選択したばかりだよ3もっと派手な方がいいですか 7番。こちらが当店のおすすめの品でございます。1。ああ、ここをまっすぐですね。2。いいえ、どういたしまして。3。じゃあ、それをください。 8番。課長、先日お渡しした企画書、目を通していただけましたか ?1。1> ああ、見たよ。2>, 2。いや、通るわけにはいかないよ。3。うん、もらったよ。 9番、ここは私一人でなんとかなるから大丈夫よ。一。じゃあここは任せたよ。2> 2へえ何になりたいのわかった手伝うよ。 10番「佐藤君は頑張ってるのにそれに引き換え君は」「1ありがとうございます」「2, 2佐藤さんには感謝しています」「3すみません今後頑張ります」 11番、部長の気まぐれには付き合いきれないよ。1、いつも大変そうだね。2、2> だから部長って尊敬できるよね。3、仲が良くていいね。 問題,5問題5では長めの話を聞きますメモを取ってもかまいません一番問題用紙に何も印刷されていませんまず話を聞いてくださいそれから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを 一つ選んでください。居酒屋で男の人と女の人が宴会の予約をしています。来週の金曜日に予約したいんですけど、六時から二十人で二十名様ありがとうございます。えっとお料理はどうなさいますか？二千円の A コース、三千円の B コース。 四千円の C コースと三種類ございますがどう違うんですかそうですね A コースはお魚かお肉かを選んでいただきますが B と C コースは両方ついてきます C コースのお肉料理は最高級国産牛のすき焼きとなっておりますどうする一番安いのでいいうん、でも結構好き嫌いが激しい人もいるからすき焼きとまではいかなくても両方食べられる方がいいんじゃないかな そうねじゃあこれにします承知しましたお飲み物はどうされますか飲み放題は2時間で1300円になりますがでもお酒飲まない人もいるしこちらの飲み放題はお酒以外にもお茶やジュースをご用意しておりますが飲み放題でいこうよ食事中にジュース何杯も飲む人なんていないわよだったらその分食事の方を思い切って高いのにしちゃおうよそうか そううしようか。すみませんやっぱりこっちでお願いします何を予約しましたか <S 1> 1 <S ?B コースで飲み放題付き 2B コースで飲み放題なし3 C. コースで飲み放題付き。四。<4. S 1> C. コースで飲み放題なし。二番。まず、話を聞いてください。それから、二つの質問を聞いて、それぞれ。 問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでください夫婦がスポーツクラブで説明を聞いています当スポーツクラブでは目的別コースをご用意しておりましてお体の状態や目的に合わせてコースをお選びいただけます。まず 男女問わず一番人気なのが脂肪燃焼コースで痩せて体を引き締めたい方のためのコースですそれからこちらの疲労回復コースはストレッチで柔軟性をつけ腰痛や肩こりを改善し体の調子を整えるというコースですあと男性に人気なのが筋力増強コースとにかく体を鍛えたいという方のためのコースで筋力を高めます さらにもっと早く効果を出したいという方はこちら特別コースですね値段的には少々お高くなりますが経験豊富なトレーナーと1対1でより具体的なコースの計画を立てていきますので効果が出ます最近体のあちこちが凝ってて痛いくらいだって言ってたよねうんそうなのだからこのコースにしようと思うんだけど。 でも、最近太ってきちゃって、それも気になってるのよね。そんなに太ってなんかいないよ。スタイルなんか気にするより、まずは健康だよ。そっか。じゃあ、やっぱりこっちかな。あなたは僕はやっぱり鍛えられた体に憧れるな。ええー、それより、そのお腹周りを何とかした方がいいんじゃないのベルトもきつそうよ。わかってるよ。気にしてるのに。とにかく、 手っ取り早く確実に効果が上がるコースにする。多少お金がかかってもいいから。質問1女の人が申し込むコースはどれですか 質問2男の人が申し込むコースはどれですか you <sighs>